はい、皆さんこんばんは。セグメントゲームズの管理人パーティーゲームです。はい、早速美しい曲が流れてますけどね。はい、今回はですね、つい本日ですね、2020年11月26日に配信開始、任天堂スイッチで配信開始しましたフェノトピア、こちらを完全に今初めて起動しました。初見プレイでですね、お送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。セーブデータ4つ作成可能。はいはい、決定。さてさて、フェノトピアの歴史は世界大戦から始まる。それは平和からほど遠い暴力と破壊の時代。敵と見なした者を殺めるために手段を選ばない戦乱の時代だった。世紀末ですね。まるで都市を消失させるミサイル、命を蝕む生物兵器、そして必要以上に進化してしまった化学兵器。大戦の末、地球は見るに耐えない姿へと変わり果ててしまった。全てが失われかけた時、人類はわずかな希望を実らせた。人工心を作ることに成功したのだ。人類史上の最高傑作と呼ばれたそれは、フェリックスと名付けられ、その圧倒的な力により、大戦に終止符を打つことに成功した。しかし、破壊し尽くされていた地球は、すでに生物が存在できる環境ではなくなっていた。人類最高の意思決定機関、終焉の議会は会議を開き、人類存続の最善策を模索した。地球の奥に巨大な空間を作り、一時的な避難場所とし、再び地表へ出られる時が来るまで、人類はそこで眠りにつく決定に至った。なんかフォールアウトみたいな話ですね、本当に。大戦から数世紀が過ぎ、フェニックスは語り継がれる伝説となり、人々は長い眠りから目を覚まし、命を吹き返した地球で再度文明を築き上げた。各所で続々と建国され、それぞれの旗下じゃないよねこれに人が集まった、人が集ったですね。世界は新しく生まれ変わったのだ。そして今、歴史を動かす物語が再び始まろうとしている。そしてこのドットへB ボタンで起きる。あえて粗めのドット目、ドット絵ですけど、でも一つ一つの動きが細かいですね。はい、 B ボタンでジャンプ。私のギターちょっと埃がついちゃってるな。はい、この主人公の少女ゲイルだったかな、合ってるあ、そうですね、ゲイルという、名前の主人公ですね。びっくりマークのところで A ボタンを押すと調べられるみたいですね。去年の家族写真だ。もっと可愛く撮りたかったな。いっぱいいるね家族。奈良ばあちゃんが風が鳴るまで外に出ちゃダメって言うんだ。別にいいけどね、僕部屋で本を読んでる方が楽しいし世界で一番大好きなものを書いてるの。これってもしかして私？そうだよ気が合うっぽい。そうですね、一見すると非常にのどかな村というか家ですよね。今なんかやった。ああ、下を押しながら B ボタンで降りる。まあ、2D アクションではね、よくある。一応今作はですね、2D アクションアドベンチャーというジャンルになっております。で、外に出ていいのかな？おや、やっと起きたのかい、ゲイル。おお、そろそろ夕食の時間じゃよ。夕食。他の子たちも呼んできなさい。
ああ、L ボタンで、ちょっとこう、拡大縮小ができる。で、今ね、ZL ボタンを押したら、ダッシュしました。え、何これ?つかみコードなんてあるの ?R ボタンですね。ZR でもしゃがめます。下を押してもしゃがめますけど、ZR ボタンでもしゃがめます。これをひとつまみ、あれもひとつまみ。料理作ってるな。よくいる。今日俺が夕食当番なんだ。カエルのペッパーシチュー楽しみにしててくれるな。まあまあこの世界では普通なんでしょうね、カエルを食べるのは。ん?なんか取った。今気づかなかった。ベリーフルーツを手に入れた。これスタートボタンを押すと、ああはいはい、ゲットしたアイテムが見えますね。調理すると美味しいジャムができる。調理なんて概念があるの。はい、ああ装備品ですね、これおそらく。クエストとも書いてあります。バッチ、ああこれはやり込み要素ですね。いろんな、はい、仕組みがありますね。なんかルピーをゲットする、魚を釣る、敵にバットでため攻撃を当てるとかね、ありますね。早く冒険に出たいな。でもみんなを呼んでおいでって言ったけど、誰を、めっちゃ否定されたな今。お、外に出ましたね。アレックスが子供たちを連れて森の方に行ったらしいね。流れ星を探しに行くとかなんとか。僕も行きたかった。そうですか。あら、ゲイル。ペロたちの餌やりをしてるの?かわいいでしょ?ペロって私たちと似てるのよ。ご飯大好きなところとかね。このニワトリたちのことですかね。ペロ。お、卵。ああ、ペロの卵を見つけた。産みたてのペロの卵。これ放置してたらひよこになるとかないですか。違うね。ゲームが違うね。で、ここは道場かな。おお、道場って感じのあれですね。はいはい、ちゃんとこういうとこまで作ってるんですね、合格。お、グリルじゃないか。ちゃんと毎日トレーニングしてるか。一応ノンサレーがしたいならいつだって相談になるぞ。攻撃の仕方、まず武器を装備しないとな。武器を手に入れたら手順はこうだ。よし、以上だ。簡単。スタミナの、あ、スタミナの概念があるんだ。左上の緑のゲージのことだ。攻撃はスタミナを使う。スタミナが足りないと回復するまで行動できなくなってしまうぞ。また連続攻撃は攻撃の効果が徐々に弱くなる。だから適度に息を抜くこと、それが敵と戦う時の大事なポイントだ。連打すりゃいけるもんではないってことですね。じゃあ栄養を流し、スタミナがたまるのを感じろ。スタミナがたまったら武器が光り出すからな。それまで我慢だ。光ったら栄養を晴らして必殺ため攻撃だ。ため攻撃は敵に大きなダメージを与えるぞ。全部教わっとこう。うん、ジャンプ中に横断で空中、あ、振り下ろすんだ。重力を利用するから空中攻撃は通常攻撃よりも威力が高いぞ。空中では敵を武器を制御するのが難しいから使いどころを間違えるのよ。マップとかは見えない。マイナスボタン。ああ、マイナスボタンは、はははなんかやら細かい設定できるね。戦闘不能時にゲーム詳細設定に関するヒントを表示。画面の振動。会話ボックスの振動。高難度の魚継ぎ時、操作。なんかいろいろあるね。絵を話した際に攻撃します。なんかいろいろあるようなんで、プレイしながら細かく設定が変えれるようです。はい、これ何、セーブポイントかな。そうですね、はい、セーブ完了。わかりやすい。ではゲイル、ナラバーサーの使いかい。ゆっくり受けてくれよ。いろんな商品を用意してるよ。まあこっちのジャガイモの方が大きいわ。あって、やっぱりこっちかしら。パンスロポテト。お金がなーい。ですよね。子供たち呼びたかって?
アレックスがみんなを連れて村の東口から外に出たみたいだけど、アレックスのやつまた何か悪だくみしてるのか。ゲル、何から取れるよな。俺がカイジンがいつも苦しめてやるぞ。別にいいんだけど、今は何もしてないから。あ、待って、右の方に走行らしき、あ、でも通れないな。あの、なんか動いてんのあれヤモリかね。あ、宝箱発見。宝箱を持つことはできましたけど、あ、持った。ああ、そういうこと。今俺どうやって持ち上げたかわかんねえ。あ、母持って、 R ボタンで持ってこうやってやって、で上を押すと持ち上げることができるけど、まあこの箱はちょっと重たいから持ち上げられませんということですね。はい、やばい、逃げた。ちょっと特殊ですね。 R ボタンで押し持って、上を押して持ち上げる。あ、これか。はい、ウッドバットを手に入れた。バトルと野球の時間だ。プラスボタンでメニューを開き、 R でクエストタブへ移動し、 A で装備しよう。装備したら A で攻撃、長押しでため攻撃ができる。はい、装備。あ、これ装備してるよね。あ、これは装備してるね。はい、ん、これお金、あ、お金か。はい、あ、お前じゃスタミナガンガン減ってる。はい、宝箱も叩いて壊す。斬新ですね。斬新っちゃ斬新なのかな。あ、でもスタミナの回復そんな早くない。えい、お、声が出たね。あー、なるほどね。空中攻撃ね、ジャンプして A ボタンで空中攻撃ですけど、ちょっとワンテンポ遅いです。うん、だから早め早めの、操作が必要みたいですね。ちょっと癖がある。いや、ゲール、いいとこにしたね。ちょっと手伝ってくれないか。はい、このジャガイモ食べてみてよ。もっとバッグにしまわないで、ここで食べてくれよ、今すぐ。これ持つでいいのかな。で、食べ方、ジャガイモ A でもらえる、持つ。左上に出てますね。持つことができたら Y ボタンで食べる。これですね。あー、時間が、一定時間かかるわけですね。なるほど、なるほど。あ、連打すると早く食べれる。で、お味はどうだい？そうか、そうか。うちのジャガイモは、本屋さんクラブでも評判なんだ。農業に情熱を燃やすコミュニティだよ。てか、生のままでジャガイモ食ったの。いいワット見つけたわね。外に出たいなら上にあるスイッチを叩いてゲート開けてね。本来ならば震えれば動くはずなんだけど、うちの村のは少し反応が折れないね。でよっか、いい加減ね。はい、さあ、では村の外へ出発。あ、え、あ、こんなフィールドあんの。あ、そして怒りを敵のアイコンらしきものが出たけど、とりあえず触れずに行きましょう。土器の村、あ、土器の村じゃねえ、森です。はい、子供たちいますね。もう無理だよ。まったくフィックス、もうちょっと頑張れよ。なんでいつも俺が持たなきゃいけないんだよ。待たなきゃいけないんだよ。よっ、ケイル、もう晩ご飯の時間か。ゲルが他のみんな連れてくるまでこれ待ってるよ。みんなで一緒に帰ろう。そうね。あいて、何かなと思って頭でどっついたら、これトゲトゲのついたなんだろう。はいはい、なんかドリアみたいな感じでしたね。青。
下手くそ。あの音がいいですね。はい、ダッシュジャンプですね。こういうことですね。あ、やっぱりそうですね。今連続で攻撃してみたら、ダメージが後の方がやっぱり小さかったですね。この先は水場だらけだな。俺っち泳ぐのが一番苦手なんだよね。あ、ゲールも泳げないんだっけ。泳げないんだっけ。あー、はいはい、このツタは登ることができるみたいです。もちろんカエルですから水の中に入ったら泳げます。まあ圧倒的に不利ですわね、水の中に入られたら。ちょっと待ってね、ライフが残り8だね。なんか食べるか。はい、ちょっと案外これ油断してると危ないですね。あのね、意外とね攻撃当てるのつらいね。セーポイント、はい、時の村祭壇。あ、これさっきオープニングで出てきた銀行神でしたっけ。はい、えら、焚き火焼きたい、マシュマロ焼きたい言うとる場合じゃない。枝が疲れちゃったみたいなの。だからこれ一休みしようと思って、できればそこの枯れ木を使って焚き火がしたいんだけど、火打ち石でもあれば火をつけられるんだけどな。近くに落ちてないかな、火打ち石。これか、これをだから持って持ち上げて、ちょっと待ってこうで、こういうこと。ああ、はいはい、付け方が雑調理前の素材を手に持って火の前で A を押すと調理ができる。ああ、そういうこと。スタートしたらボタンが表示されるから、それが真ん中に来た時に押すだけ。簡単でしょ。はい、素材のハーブあげるね。私はやりたくないの、失敗してしないから手に持ってこうですか。はい、あ、 Y ボタンか。 YYB、埼玉を入手した。マシュマロは知りません。晩ご飯までお腹を空かせてんだ。キットが特別な料理を作るって言ってた日。マシュマロ、マシュマロを言われても困るな。はいはい。おお、大きな神殿。これ見逃しにこれを叩いてくださいっていう感じのあれが出ましたね。エール惜かったな。結局ここまで来れたのは俺たちだっけよ。参り。本日時刻にして1500、情報部からドキの村に隕石が、ドキの村に、隕石が落ちてきたの報告があった。1500情報部、何それ。第一発見者は隕石の所有権を得ることができる。そしてそれは我々であるときだ。皆の者、我に手を貸すのだ。そうすれば収益は平等に分け与えよう。でもさ、あのリティーンの中に落ちてったよ。外や外じゃ見つからないよ。いいや、見つかる。それにこのアルミジーンって呪われてるらしいじゃん。そんなのただの迷信さ。皆の者、よく考えたまえ。我はただ隕石が欲しいわけじゃない。隕石よりはたくさんのお金になる。そうすればあまた新しいおもちゃが買えるし、もっと美味しいご飯が食べるし、それともっといい本も読める。ああ、ついていけないわ。もしかしたら自分だけの部屋だって手に入るかもしれない。それはいいね。アレックス、厳しいがうるさいからね。ゲイル、お前には、そうだ、ぬいぐるみを買ってやろう。お前たちの選択肢は2つだ。ここでぐずぐず悩んで今日という一日を無駄にするか、もしくはとりあえず俺についてくるかな。
言うよね、こういうの。ついていくのね、結局。どうやって中に入るの？きっとどこかのスイッチを押せば入ると思う。これ今貸せろ。あ、当たりそうで当たらんな、こいつ。結構難しいな。ほら、お前がやってみろよ。パチンコゲット。手の届かない場所に火を飛ばせるようになった。ガスボタンでメニューを開き、アイテムメニューから L 装置を。Y で構えて狙いを定め、Y をもう一度押して発射。これか。はい。あー。なるほど。こんな感じかな。開いたよ。うまくいったな。橋が出てきたぞ。もうちょっと長かったらよかったのにな、あの橋。この距離を飛ぶとちょっと危ないな。俺はいいとして他の二人は無理だな。ゲールなら向こうまで簡単に飛べるだろ。先に行ってていいよ。俺たちのことは気にすんな。なんなら俺がいい方法を思いつく前に隕石を見つけちゃってもいいんだぜ。あボタン間違えた。ボタン間違えた。もう、B ボタンね。はい。でも、覚えても、ライフ1しか減らなくて済むんで、良心的ですね。あ、ゲールちょっと待った。今気づいたんだけど、ゲールって、まだギアリングを使いこなせてないよな。手元のアイテムをすぐに切り替えられるギアリングは、これからの冒険には超重要だから、俺が使い方を教えてやるぜ。まず、アイテムメニューを開いて、セットしたアイテムにカーソルを合わす。その状態でセットしたい方向に、右スティックを、ここ入力しながら押し込む。そうするとアイテムのギアリングにセットされるぞ。一度セットしたら、あとは、右スティックの方向プラス押し込みで手持ちのアイテムを切り替えられるぜ。もし使い方がわからなくなったら、また話しかけてくれよな。つまり、こういうことですね。野菜炒め。なるほどね。まあ、とりあえずこの二つ。これでいつでも装備がね、切り替えができるということですね。便利便利。右スティックをしっかり活用してますね。はい。これ、ヨッシーアイランドみたいなあれですよね、この。これ、標準は勝手に動いてますからね。像の中に丸いくぼみがある。非常に不穏な雰囲気がね、ありますけども。アヌリの方。ちょっと待ってよ。砲撃でいいのかな、今のは。あれさ、ヤモリとか、あ、逃げた。ヤモリとか落とせないのかなと思ったら、その言葉にびっくりされたのかどうかわからんけど。おお、ほうほうほう。いいねえ、ワクワクしますなあ。勝手に火がついた。あ、火打ち石。あ、なるとね、ここで料理作れますよか。ちょっと待ってね。これがなんかね、なるべく調理した方がいいって書いてあったので、ちょっと一回調理しておきます。よいしょ。ボン。焼いたトートレックを入手した。そのままだな。ああ。まあ、これで食べられるものにはなったみたいですね。果物も調理できるのかな。はい。まあいろいろ試してみないとね、わからないですからね。はい。はい。ポン。フルーツジャムを入手。いいじゃないですか。瓶を一気にコクッといくのが2の食べ方。そんなバカな。まあいいや。はい。アヌリ寺院ですね。セーブしまして。徐々にこう本格的な感じ
になってきてますね、攻略が。まあまだまだ序盤の序盤でしょうけどね。もう37分か。うわ、なんか動いてるよ。ハウハウハウ、どこ行った案外追尾はしてこない感じですね。あー、ダメだ、これ振り回したくなるんだけども、本当にあれだね、スタミナの管理大事ですね。あー、そうですね、そこが取れるようになりましたね。あ、全然ダメだ、話にならん。これはもうかわしていかなければいけない標的のようですね。え、そして曲が素晴らしいんですね、すごい。なかなかに来ますね、こうビビッと。ちょっとこの下にもなんかいでカエル厄介ね、意外と。ああ、これはダメですね、なんか。これだけなんか頑丈そうな予感がするね。これを持って。ほら。これね。本当に 2D に浸ってるだろう、伝説みたいな、ちょっと雰囲気を感じますよね。差し詰めリンクの冒険のような。あー、スタミナ、なかなかスタミナの感じ厄介。わお、鳥じゃない、カエル。あれだね、あれだけど、ちょっと待ってよ。あー、はいはいはい、分かった、ちょっと待ってよ。で、こういうことじゃない？だよね、はい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 。あ、いでいでいで、ちょっと待ってよ、体力やばい。よし、一気飲み。あ、あんまり回復しない。これ食材つきたらちょっと危険そうですね。ちょっと一回上に戻ってみますね。で、あ、ごめん、間違えた。右を押しながら上を押しちゃった。はいはい、開きました。うわぁ、このタイプか。ハートルビを手に入れた。最大 HP が少し増えた。30から34になったのかな。大丈夫のようですね。謎の肉になってる。ヤモリの肉ではなく謎の肉らしいですよ。はい。あー、もう2個いるんだよな。おー、逆さに逃げんのか。あ、ちょっと待って。あー、そういうことか。こういうことね。はい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 。なるほどなるほど。よっしゃ。ムーンストーンを見つけた。あら、このリストには入ってない。古代技術の核と言われる半透明の青い魔導石。その美しさゆえコレクターも多い。あー、集めてなんかいいものと交換してもらえる系ですかね。
あー、もっと高く打ち上げジャイデクのことなんか。おー、なんじゃなんじゃ、カエルの奇襲が、あー、そういうことか。もうせっかくだから全部倒しちゃおう。素材をゲットしときゃね、回復アイテムにできるわけですから。はい、オッケー。ふぅ、なんか最初のボスぐらいはなんかお見せできれば、あー、やべえ。お見せできたらいいなっていう感じですね、今。気持ちいいは気持ちいいですけどね。あ、また帰る。ちょっとなー、やばいねー。いや、食べてしまうか、これも。あんまり怖ければ、ちょっとセーブポイントに戻って、ちょっと料理を。ん？待てよ。こうしようか。オッケーオッケー。かわいいや。これ以上カエルが出てきてもめんどくさいんで。ね。で、ひとまずここに2つ差し込んだら、先には進めるんですよ。先には進めるけど、ちょっとまあ、一回戻って、セーブしたい。うん。ポイント、これボスの予感がするね。うん、取ってきた。あー、そのでかいバージョンか。あおー、おお、ちょちょちょ、待てい。強すぎないか。え？だったらジャンプで避けれる高さじゃないもんね。わかった、攻撃してないときは本体に触れていいんだ。なるほど、理解しました。あやられちゃった。セーブポイントからリトライ。難度が高いようできたらマイナスメニューから詳細設定を調整してみてください。あの、本体に触れ触れないかと思ってたので、はい、それならいける。いや、まあまあ、いや、難しいんだけど。難しいは難しいけどね。当たったらまずいわけですから。あんなもんどうしたらいいんかわからんもんな。あ、でも今のでも結構減らせたな。ダメだ。今のしゃがんでもダメだった。うん。ちょっと待って。ちょっと待って。いやいやいや、難易度は変えんぞ。あの無知のような攻撃はジャンプでかわすしかないのかな。そうですね、ジャンプですね。うわあ、違うか。ジャンプ。うわー、それでも避けきれんで。
かローリングをうまく使えばダメだな。ちょっと本当に難しいね。わ、野菜炒め大したことない。ちょっとむずいね、本当にこれ。まあ、このシフォンって出してるときが一番攻撃対。あー、待ってよ、ちょっと待ってよ、ほんまに。ん？これさ、もっとしっかり回復アイテム確保しておくべきなんかな。これでどうかな。ため攻撃の方がいいのかな、あるいは。そんなしっかりしてる余裕がない。あ、でも悪くないな。ああ。近いと避けれないよね、あの無知攻撃がもう。よいしょ。一回離れて。あー、もう避けれんな、あの武器だけ。ちなみに食べるアクションするとキャンセルできません。あー、くそ、ほんまかわせねえ、あれだけ。なんとかせえ、あれだけ、ほんま。やっぱりローディングかね。 ZR と ZL ボタンで使える。それでも難しいな。よいしょ、よいしょ、 OKOK。ローギングもうまく使いこなせてないっていうね、まだまだ。お、でも悪くないじゃないですか。よいしょ、おここまでやらんとダメなの。最初のボスなんですけど。ちょっとスライムをちゃんとクリアしてからこれね、ボス倒してやったーって言ったらザコのスライムにパチッてやられるパターンありますね。はい、さあ、そして謎のゴーレムヘッドを手に入れた。アレックスが探していた流れ星の正体はどれやらこれのようだ。だが一体どこから来たものなんだろうか。とりあえずアレックスのところに持っていこう。出ましょうか一回ね。あれ、なんか橋ができてる。どうだ、立派な橋の完成だ。やったね。じゃあ今日は帰ろっか。そうだな。で、おい、何のためにこの橋を作ったんだよ。あんまりギャーギャー騒がないでよ。ほら、ゲールが戻ってきちゃうよ。え、なんだ今のは。はお、なんだ、マジか。宇宙船だ。今宇宙船が飛んでたよね。村の上で何かやってなかった？急いで戻らないと。お、おい、ちょっと待ってよ。さあ。何やら一転して不穏な空気が流れてますね。
暗いし怖いね。手分けして状況を確認しましょう。そうだね。違う。今なぜか謎肉を食べようとしてしまった。食べてる最中も他のボタンを押したらキャンセルできますんでね。はい。はい。お、なんだこれは。これさっきそこ入らなかったところか。誰かいませんか？本当に誰もいないの？これは、夢だよね。そうだよね、ゲール。誰もいない。プーキーすらいなくなっちゃった。すごいや。そうか。フィックスのやつ、この状況のヤバさは理解してないんだよな。まだ小さいし、しょうがないんだけど。自分の家に帰ってみますけども。これ、きっとお気に入りのフライパンだよ。こんなとこにほっぽり出してどっかに行くなんてありえないよ。つまり、急にどこかに連れてかれちゃったのかな。誘拐？ここまでの流れで大体なんとなくわかるかと思いますけど、そう、大人だけがいなくなったんですよね。この町から。村か。何の曲も聞こえてこない夜の村って結構怖い気はしますね、なんか、うん、ちょっとこう虫の鳴き声だけが聞こえるみたいな感じですよね。泣かないでエラ、きっと大丈夫よ。いなくて戻ってくるから、きっと。あの抽選が村の上で光って大人がいなくなっちゃった。私たちはちょうど森にいたから助かったけど、いや、助かったと言えるのかしら。親父がいつかこの道場は俺っちがつくことになってるって言ってたけど、どうやらその日がすぐに来ちゃいそうだな。あ、そしてアレックス、信じられないけどみんな本当にいなくなっちゃったんだな。絶対あの宇宙船に誘拐されんだ、されたんだな、これ誤字ですね、されたんだね。まあ、これどんな目にあってるか。でもこんな時だからこそ現実と向き合わなきゃ。今俺とゲールがこの中で一番年上なんだ。俺たちがみんなを守んないと。まずはみんな集めないと。こんな夜に外を出歩いていたら何が起きるかわからないからな。うん、よし、全員家の中にいたな。きっとみんな不安でいっぱいだと思う。君たちは俺たちが頼りなんだ。俺たちが不安な顔してちゃダメだよな。みんなにはどうして説明したらいいと思う？うん、難しいね。そうだよな。本当のことを知るのはちびっ子たちにきついよな。詳しいことが分かるまでは一旦ごまかすか。いわゆる優しい嘘ってやつだけど、今は希望が必要だよな。ゲルって年齢以上に大人だよな。今日は本当に疲れたな。ようやくみんなも落ち着いたし、次はどうするかを考えないとな。気が心当たりはある。これはきっとあの隕石って関係があるんだ。ゲールは見つけたんだっけ？あれは隕石じゃなくてゴーレムの頭だったのか。だとしたらこのゴーレムが何か情報持ってないかな。これが落ちてきたと同時に宇宙船が現れるなんて絶対偶然じゃないでしょ。いや、絶対何か関係がある。起動ボタンとかないのかな。びっくりした。ミタがいたがきっとすぐに直せるのに。そしたら何か分かったかも。なるほど、それはいい案だな。何？ルティアはいないけど大きな町なら科学者はたくさんいるからな。村の西側にあるアータイの町なら、アータイここからそんな遠くないし、とりあえずそこから始めるといいかもな。よし、決まりだな。ゲールはアータイの町で情報収集。ゲールがいない間、俺は村に残ってみんなを守るよ。大人たちが帰ってきた時のためにも、この村を守っていかないといけないしね。
なんだかんだで多分頼もしいね、こういう風に言えるのって。あのさ、ゲル、正直なところどうしたらいい？あの巨船、あんなのが襲ってきたら俺たちだけじゃ立ち入りできないよな。そうだよな、どんな時でも諦めないで前を向かなきゃな。ありがとな、ゲール。そのポジションさんに救われるぜ。でも、どんな時でも頑張れば、きっといいことがあるよ。ななばあちゃんがいつもそう言ってた。今日は長い一日だったな。そろそろ休もうぜ。明日また一日、新しい一日の始まりだ。俺はもうちょっと起きてるよ。いろいろ考えたいことがあるから。ゲール早く寝ろよ。疲れてるだろ。俺が？はい、よせよ。強がってないとどうにかなっちゃいそうなんだよ。なかなか。意外とこう会話の一つ一つがしっかりね。進みます。さあ、ということで隣の町をね目指すということでしたけど、隣の町を目指すとこまで行けるかな。これちなみに触れたらどんな感じなのかな。あー、なるほどね。タンポポ、あー、どうも。え、これは、あー、端っこに行ったらバトル終了。もうここら辺は完全にリンクの冒険ですね。ひまわりロード、なんかやばそうだな。当たりそうで当たらない。よ。はい。ああ、やばい。虫が怒った。ごめんごめん、そんなつもりは。まあ、あったけど。あいで。はやばいやばいやばい。登っていきたいんだけど、ちょっと待ってよ。え、カバンがいっぱい？あー、これ左側に8って書いてあるから、今んとこ8種類しか持てないってやつですか？じゃあね、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。これを食べてしまったら、空きができるから、ね。はい、フラワーエキス。なんか良さげなもん出んじゃいますよ。お金。うわー、なんか囲まれてて、いかにも重要そうなアイテムがあるんだけども、やばそうだね、あれ。いい。スタミナ十分。おー、最大スタミナが増える。それは重要だわ。違う違う。そうそうそう。オッケー。そっか、スタミナも増やしていかんとね。あ、コメントありがとうございます。拡張、うん、多分拡張できるでしょうね。下に枠があるわけですから、少なくとも12個までは増えると思うんですよ。でもそれでも足りないと思う。わあ、なんならあの右上も気になるんだけど、これ何？入れた。やめとこ。やばそう。
はい、ということでここかな。あ、え、これ結構長い、隣の町まで。こんにちは、私たちはトラバドール、旅する音楽隊だ。え、本当にその名前で行くの？どちらかというとトラベリングメロディーズの方が好みだな。いろんな大きな町で演奏して有名になるのがいい夢なの。私はハーモニー、そして私の隣から順にフォルテ、アルト、そしてコビットよ。そのままじゃね。でもこの橋が壊れてるじゃん。残念だけど旅もここまでだね。みんなに会えてよかったよ。解散。あお。お、なんか入れる。おお、どういう感じのあれなんだろう、これは。ほい。ああ、もう、またアイテムがいっぱいって言われた。でも、今体力が少ないから、卵焼き食べて。はい。あー、多分なんか無理やり渡ることはできそうですね。すげえ脆いけど。はい、セーポイント。はい、橋、カステラ橋は渡りましたよ。あ、な、あ、待って待って、下になんかあった、ごめん。あれだけ取らして、あれ絶対重要。あー、でも取れなさそうだな今。あの、岩の塊が壊せるようになるまでどうしようもない感じがしますね。え、待って、これ町どこから入るの？あー、ちょっと待って、ここから入ればいいか。危なかった。はい、ということでアータイの町へ着きました。よし、以上かな。はい、セーブされてないデータが失われますので、ちゃんと終わらせるときはセーブしてから終わらせるのを忘れないでいきましょう。オートセーブないんでね、このゲームは。はい、はい、ということで1時間半ほどお送りしてみました。フェノトピア、いかがでしたでしょうか。価格は2000円。ドット絵でね、愛嬌のあるグラフィックで、しかも結構ね、よく動く。で、音楽も大変に素晴らしい、印象でございました。で、一方で、まあ結構ね、ゲームバランス的にちょっと歯応えがある印象がありました。まあ、持ち物がまずね、持てる数がちょっと少なめだとかね、ボス戦も結構苦労させられたり、料理自分で作って回復アイテムを確保していかないといけなかったりとですね、なかなかシビアな難易度になっているようには思いましたが、まあ、ゆえのね、達成感というのはすごく感じられたので、まあ、この先ね、いかなる脅威が待ち受けているかは分かりませんが、本当にこうレトロな雰囲気をゲームシステムの面でもね、大事にしている作品であるように感じました。なかなかね、こうスタミナの概念があるからね、こう気持ちよくプレイ、まあ音は気持ちいいけど、スパーンってね、音は気持ちいいですけどね、ゲームプレイの感覚的に気持ちよくプレイするゲームかというとちょっと違うかもしれませんね。しっかり考えて持ち物の管理ね、バトルの仕方、一つ一つ結構頭を使いながら進めていく、本当にあの、まあ、何回か言いましたけども、 2D になったゼルダの伝説のような印象 を感じました。はい、本当にね、こだわりを感じる作品だと思いますので、気になった方はぜひ皆さんでですね、実際にプレイして楽しんでみてください。結構なボリュームがありそうだから、これで2000円だったらもう十分お買い得なんじゃないかと思います。はい、フェノトピアというこちらの作品ね、ニンテンドースイッチでお楽しみいただけますので、はい、少しでも多くの方にですね、知るきっかけになれば幸いだと思っております。また別のプレイ動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。